これもインスタライブで、どこだったかな、あ、東京か、東京でね、お前らを犬にしてやるっつって、お客さんに犬の鳴き声をさせるっていうくだりをやったんですけども、今考えてみたらね、ほんとね、 CD を買ってくれた人たちを犬にするなんていうね、ほんとどうしようもないやつだなって思ったんですけど、後で反省してたんですけどもね、いや、そういう意味ではなくて、そう、僕がそう、まあ、皆さんに、まあ、歌ってほしいっていう意味でこう犬になってくださいっつってたんですけども、これまあ要はですよ、 A メロのさ、なななな何かなな な, な何かって蘇って、なな な, な何かって蘇ってきちゃってんの Baby。 わっ、おつもなりきないの、ここ僕のゾーン。わっていうところあるじゃないですか、このワンっていうところを皆さんに一緒にワンって言ってもらったら、またそれはそれでめっちゃ面白いかなと思ったわけですよね。そしたらね、東京で何を思ったか、いろんな子たちが、いろんな犬、自分が思う思い思いの犬をやり始めて、まあ、それもそれでめっちゃおもろかったんですけど、例えばなんなんなん何か手に入ってきちゃってんのバイバイうるさいからみたいな感じのことになってて、それはそれで面白かったんですけど、まあ一応共通してワッとかワッとか、そういう感じにしたいと思ってますんでね、はい、やってみる。ワッはい、こういうことですよ、こういうことね。まあワンっていうかバウだよね、バウ。ありがとう、あ、菓子職人さんもありがとうございますね、こんな僕の茶番に付き合っていただいて本当に嬉しいです。はいにゃん、まあにゃんとか言ってもいいよ、猫好きな人はもう仕方ないから、にゃんとか他にもなんかフェレットとか好きな人はフェレットの鳴き声してもらってもいいですし、何でもいいです、みんなの気持ちが伝わればそれでいいです。はい、なんでぜひとも皆さんで参加していただけたらというふうに思います。